マルガムブルーナイター大阪スポーツカップシリーズ5日目の攻防、これより明日のファイナル出場権をかけての3番勝負幕開けとなります。まずは第9レース1つ目の準優勝戦です。1号艇後藤翔志、2号艇矢後武史、3号艇池本照明、4号艇井上大輔、5号艇香川智直、6号艇落合圭一、以上6選手の対戦です。本番レースもどうやらすんなりと定番通りとなりそう。絶好枠インコースに構えるのは後藤翔志、昨日は逆転での3位通過、この絶好枠を手にいたしました。展示タイムダントツの数字、伸び足良好、一気に1マーク先取りといきたいところ。そして2コースには2号艇矢後武史であります。2日目以降の予選はオール2連対、抜群のリズムであります。そして3コースには3号艇池本照明、今シリーズも実に安定感を誇ります。3号艇池本、ここまでがスロー。角1、4コースには4号艇井上大輔、スタート安定しているだけに、ここは一気の攻めなるか。そして地元代表で勝ち上がってまいりました5号艇香川智直、展開見つければ突き抜けもあります。そして大外6コース、一気に勢いづいてまいりました6号艇落合圭一、今日の1走目も白星。第9レース1つ目の準優勝戦、1番2番3番ダッシュ4番5番6番でスタートしました。角4コースわずかに4号艇井上大輔覗いている、絞り込むが3号艇池本がブロック、その間に1号艇後藤が先手、まくる3号艇池本、切り込む2号艇4号艇6号艇佐藤も立ち上がりグイッと、1号艇後藤翔士単独先頭、2番手争いは2号艇3号艇が並んでいる、内側2号艇矢後武史、外3号艇池本照明、内から4号艇井上大輔も上がってくる、三つ思いの2番手争い。第9レース準優勝戦スタート正常、先頭1号艇後藤翔士、2番手4号艇井上が先手を取るが、冷静にさばいて2号艇矢後武史が単独2番手、3番手に4号艇井上大輔、上位体系は1番2番4番です。4番手に6号艇落合、後方はもつれた3号艇5号艇、前提が戦列に復帰している、2周の1マークです。2番手争い3番手争い、潜ってくる6号艇落合圭一を握ってかわす4号艇井上大輔、3番手をキープ、上位体系は1番2番4番です。先頭1号艇後藤翔士、2番手2号艇矢後武史、ともに大きくリードを取っている。3番手争いが焦点です。4号艇井上大輔の懐接近、6号艇落合圭一、2周2マークは絞り込んでコーナー先取り、4号艇井上大輔、6号艇落合圭一外前でありますが遅れを取りまして、3番手リードを広げた4号艇井上大輔、1番2番4番最終周回に入っています。インコースから好スタートを押し切りまして、1マーク回ったところで1人旅、独走となった1号艇後藤翔士、3周1マーク独走でクリア。そして2番手2号艇矢後武史も後続艇突き放し、3番手4号艇井上大輔、1番2番4番、後方は6号艇落合圭一、3号艇池本照明、5号艇香川智直と続いています。耐久レース1つ目の準優勝戦は人気サイドでの決着、1号艇後藤翔士先頭、2番手2号艇矢後武史、3番手は4号艇井上大輔、上位体系1番2番4番でゴール、先頭1番後藤ゴールイン、2着2番矢後ゴールイン、3着4番井上ゴールイン、6番落合ゴールイン、3番池本ゴールイン、ラスト5番香川ゴールインです。